The above picture in NASCAR shows some runways and platforms, where each line shows a direction to each foothold on the earth. The below one, or lines in Fingalpan, South Africa, also shows many lines together, many lines which shows a direction to each foothold on the earth as well both runways work as signposts to each place, such as Avery, uk and machu picchu peru, for example, here shown. the above one i name here is Nazca method, and the below one is fernugapan method. 下が南アフリカ、フェルヌークパン方式の滑走路です。共に世界の拠点への道路標識、道路標識でした。それぞれのラインがそれぞれの拠点への方向を正確に示しています。上の方式をナスカ方式と私は名付けています。下の方式をフェルヌークパン方式と 私は名付けています。広島市浜松市ジャパン。 These are all sort of ground pictures in Fell-Nook Pan. Not geographers, but just ground pictures. 今、皆さんにご覧いただいているのはですね、まあ意図的に書かれた地上絵とは言えないと思いますが、しかし、このような まあ造形、物といいますか、絵のようなものがですね、フェルヌークパン全体に広がっています。で、私、林博士はですね、周りの様子、例えば、このフェルヌークパンにはですね、大変奇妙な直線群が縦横に走っています。そうした事実を考え合わせますと、これらの絵もですね、 まあ、絵と言っていいかどうかは分かりませんけども、このような、このようにですね、絵に見える絵ですよね。もう、やはり人工的に描かれたものではないかと考えています。ナスカの地上絵がですね、まあ、比較的ですね、大変幼稚っぽい、分かりやすい絵であるのに対してですね、フェルック・パンのこれらの絵はですね、大変抽象的で、 まあ、今風に言えば近代芸術的な雰囲気を、まあ、漂わせているということですね、まあ。どのように判断なさるかは皆さんの問題ですけども私はこれもある種のと言いますか地上絵ではないかと考えています。ナスカと同じようにフェルク・パンにはですね世界の拠点の方向を示すラインが やはり、まあ私が見つけた範囲ですけども、10本前後あります。ナスカの滑走路と違ってですね、フェルヌックパンの滑走路は10本、20本というような線を束ねて、その方向を示しているのが特徴です。まあ、あえて言うならば、私のナスカ理論に対して、フェルヌックパン理論ということになります。そして、 このような地上絵も私、林博士は見つけました。偶然こうなったのか、そうでないのか、大変判断の難しいところですけども、私はこれはあえて意図的に描かれた地上絵であると判断しています。その顔の様子からして、まさしくグレーの顔であると判断しています。続く動画をどうかご覧ください。 Bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu, Japan. Four aliens on the Earth. 地球にいる4人のエイリアン。カナダの前国防大臣のホン・ポール・ヘリアさんはですね、現在地球には4タイプの、少なくとも4タイプのエイリアンが訪れていると議会で証言しています。で、今まで私はですね、3タイプのエイリアンについて考えてきました。が、もう一人加えなければなりません。まず、ホン・ポール・ヘリアさんの証言を To press the panic button when they turned around and went back over the North Pole. They decided to do an investigation, and they investigated for three years, and they decided that um, with absolute certainty that four species, four different species, at least, had been visiting this planet for thousands of years. So that's uh, we have a long history. もう一度聞いてくださいということなんですね。 で、今まで私は4番目のエイリアンについては、まあ、仲間に加えるのことをですね、躊躇していました。今一つはっきりしなかったからです。これがレプタリアンですね。法隆寺に残っている像です。次にコンヘッド。elongated man って言いますかね。超党人間です。世界中にいました。 で、これがトール・ワイドですねギリシャャ。ギリシャ彫刻の神々ということになります。ノルディックとも言われています。では、4番目のエイリアンとはどんなエイリアンな,んなのでしょうか。え皆さんをですね、私が発見したエイリアンのいるところへ案内いたします。これはアフリカです。このアフリカをぐっと、えー、時計回りに、えー、100度ほど 回りますそしてアフリカの南アフリカの、えー、フェルヌクパンへ皆さんをお連れいたします。で、このフェルヌクパンというところは、まあ、奇妙な螺旋模様直線があるということで知られています。で、この絵は偶然私が発見したんですけどもこれが、まあ、エイリアンだと私は思います。というのは周りを見てください。あの偶然にできた線じゃなくてこの顔を中心に あの線がいっぱい走ってますね。でこの顔とですねまあアステカで見つかった像などと比べてみますと大変よく似ていると言いますか同じだってことが分かるわけです。まあ、これらの写真は信憑性の高いものをです。集めてみました。 で、これがハンプシャース、イギリスのね、ハンプシャース州に現れたクロップサークルです。これが青森県の石神様ですね。石神神社にあります。これが与那国の人面岩と言われているものです。皆同じような、まあ、コンセプトと言いますか、あの、で作られて、作られているか、で一致していると思います。で、このエリアをラージアイスと呼びます。 で、ラージアイをこの中に加えます。こうしますと、4タイプのエイリアンということになります。ホンポール・ヘイリアさんがですね、言ってらっしゃるように、4タイプのエイリアンです。で、このエイリアンがこう言いました。わーい、僕も仲間に入れてくれてありがとう。やっと4番目になれました。ってね。 ラジアイの紹介をいたしました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamaseri, Japan.Mystery of Two r o c k s 二つの人面岩の謎。米国島の人面岩と 青森県ニュというんでしょうか石神様の謎です、えー、最初にですね皆さんに、えー、2つの、まあ、人面岩のですね、えー、を比べて見て比べていただきたいんです、えー、で1つこれが与那国島にある、まあ、人面岩と言われているものなんですねでも非常にあの重要な場所になるわけです でこの岩とですね岩っていうか人面岩とですねそして青森県の、まあ、青森空港のすぐ近くにあるんですけども入内っていうんですか入り口っていうか分かりませんけどもそこにある石神様ですね石神神社の中にある石神様ですでこの2つを見比べていただきたいんですけども大変よく似てるんですねでまあこういう時はあの細かいところを精査するんですけどもねあのいわゆるその細かいというのはあの 全体も,もちろんよく似てますけどもね、例えばあのこの2つ比べてみますと、左が与那国で右が青森なんですけども、えー、比べてみますね。あのこの眉毛の上に、ね、細い線が入っているところに注意してください。入ってますね。でこういうところが似てるということは、これやっぱ大変なことなんですね。もちろんこの円形の部分とか、この彫りの向かって右側の彫り、それから花あの花が折れてますけどもね。 それからこの目の上のまぶたの作り方大変よく似ているということは、まあ、岩ですからあの荒っぽい作り方をしてありますけども似てるということなんで,すでその間の距離はです、ね、青森と与那国の間は、ね、2400km 以上あるんですね。まあ、あのそんなにこう 行き来できででででる場所ではなかったんですねで同じような顔がですね、これフェルヌックパン、サウスアフリカにあるんですけど、まあこれ私は見つけたんですけども、これ顔よく似てるんです。それからハンプシャーですね、あの後のビデオの中でニュード・ハンプシャーって言いますけど、ニューハンプシャーアメリカですからごめんなさいね、ハンプシャーです。これはあのクロップサークルとして見つかった絵なんです。でももううあののの回青森のその 面岩それからフェルヌクパンの,、まあこの大きいんですよ、結構ね。それからハンプシャーに現れたあミステリーサークル、クロップサークルですね。そしてこれがヨナグニの人面岩です。この4つを比べてみてください。ということで、この4つの岩の謎についてこれからあの紹介いたしますので、ビデオをどうかご覧ください。 Hello, this is Hiroshihaya Shihama Masuri Japan. I got a letter from a man named M.I. in which he asked me to examine 人面岩 in Yonaguni Island.This is a story about it.In Japanese, M.I. さんという方からこんなメールをいただきました。Yonaguni の人面岩もどの面でしょうか 示してありました与那国という島はですね、えー、完全に人口造成島ですこれからその証拠をお見せいたします角度は60度ですそしてあの平行線平行四辺形を描きますねでここを中心にして円を描きます上を中心にして円を描きます上の点をですねそして今度はこの点とまっすぐ下を下ろしますね で、下でつながります。で、今度はこの点と30度で、これがちょうど30度、結果的に30度になるわけですね。30度にしなくても。で、この交点が大事なんですけども、交点をつなぎますと、全部これ3本がまあ平行になるんですね。で、それをつなぎますと、こういう形になって、そしてっていうふうに前、来るわけです。で、上と下をつなぐ。 そして点と点の、延長線と延長線をつないでこうしてつなぐわけです。で、こうして、まあ、できたあの基本的基本形にですね、黒い線がを重ねていきます。で、まあ、なんて言いますか、天体称形のきれいな島ができるんですね。まさに天体称形です。で、平行線がですね、3本3本ずつで 出来上がるわけですそして、まあ、まの侵食されたんでしょうか、意図的でしょうか、湾が2つあります。で、これが与那国島の基本形なんです。もちろん、あの、何千年、何万年ってかけて、何万年はかかってないかもしれませんけれども、侵食されて、凸凹ですけども、基本形はこれなんです。で、与那国島は、まあ、人口増生等であるということなんですね。まあ、お疑いの方はまだ、あの、こうでビデオを止めないでくださいよ。 証拠を見せしますから。で、これが与那国の基本形ですけども、この人面岩、その前にあの実現,実現,物の現実の与那国島で今のことをあの説明いたします、まあ。平行線ですね。で、これ縦線、横線。こうして線を引いていくわけです。これ、あの,ワンの,あの入り口と入り口とちょうど首の付け根でてて縦線をつなぐと平行線になるんですね。 実にこう行ってますか。あのイースター島の島のようにね、二等辺三角形ですけども、ほぼに直角の二等辺三角形ですけども、同じようにできてるんですよね。それから、モーリア島ね、大吉のモーリア島も人口増生島ですね。こうしてあの島ができていくわけです。まあ、なぜ与那国ということになってくるかですけども、与那国はそれほど重要な島であったということなんですよね。あの、イースター島よりも、 あれ、インサートと同じぐらい重要な拠点であったことは間違いありませんね。あの、あまりこう、なってますか注目されて世界的に注目されてませんけどね。そしてこうしてあの線を引っ張って、同じようにこう、先と同じ形ができてくるわけですけどもね。ここに円を書いて、2つの円を書いて、ちょっと順序、順序が、あの、 一緒じゃありませんでここに三角の半島のようなものができるわけです。でこれがあの岩グの基本形ですけども、これに実際の地図を当てはめてみます。そうしますと、ここに人面岩があるんですね。ちょうどこの、なってますか、線のところです。なぜこの人面岩が大事かというとです、ね、まあ、その前にこの人面岩ですけども、人面岩はドル面ではないかというんですけど、ドル面ンは少な,少なくともですね、UFO の発着台としてのドル面じゃないですよね。 あの UFO、あのドルメンというのはあの明らかに UFO 発着台で,台ですね。ここの人名魚はそれ以上のものですね。あのドルメンというのは世界各地に散在しているわけですけども、あのその一つはです、ね、この岩の下にはあの、いわゆるエイリアンたちが休む地下室がないということ、そしてここ2番目に、明らかにこれはあの人工的に掘られた跡がありますね。人工的に掘られた跡があります。 これをまあ目と見るわけですけどね。まあ、目かどうか分かりませんけども、人工的に彫られた跡がある。それから、この3本の線は、平行ともなってますけども、同時にギザを指し示しているんです。すなわち、人面岩を まあ、あの上下の,、ね、あの線と平行、この線ですね、に平行に行きますと、まっすぐとあーギザーへ向かっている。これはテオティワカンへと向かっている。いわゆる線がですね、この島の、えー、線がですね、それぞれの、まあ、拠点中の拠点ですねもう、トンコ、ドゥモハンですね、バックオークです。いや、真横行きますとあの、クロスポイント、アフリカ行きますし、えー、西行くとあ南あ、右側行きますと、東行きますと、ナスカ。じゃこれちょっとナスカあのじゃないという、ナスカ 下の方を示します。理由はわかりません。これはレプレアビヒアです。あの別の,あの拠点を示してのかもしれません。そしてこう線ができてくるんですね。まあ、以上のことからですね、あのまあ一応、あのまあ横はまあナスカではありません。ナスカのやや下です,ややか下ですね。まあ、このように、この与那国がですね、 あのまだあの,未発見の,あの拠点てんてか重要うもありますからね。あのここで諦めないで。まあ一応うかれはこのま,まにしとくわけです。い,いつかがなまポンとこうなんか謎が解けるときありますからね。ということで、あの、えまいさんでしたかあの。ただの島では、岩ではないということだけを今日は、あの、報告いたします。Thank you very much for your watching. See you. Bye.Hello. This is Hiroshihayashi Hamama City, Japan.

これを否定する人もいますし、また肯定する人もいます。今日の物語はこの海底遺跡といいますか、その近くの岩か岩について始まります。まずこの前に、まずこの今の左上から来ている青い線を見てください。これは こギザからまっすぐ引いた線ですギザからティオティバカが引きました途中のモヘンジョダロは無視しました多少誤差が出ますのでごあのモヘンジョダロででこの角度に対して正確に120.00の角度を取って線を引いてみましたこのブルーの線がその線です でこの間のの角度は120.00です。でこの青い線がどこを行くかを丁寧に点というか線を引いて調べてみましたそうしましたら与那国島の中央を通るのではなくて、まあ、東の端の方を通るわけですねでこの東の端の方には何があるかというと、まあ、ここには2つのといいますかいくつか奇妙な岩があるんですけども代表的なのはこの2つの岩ですまずその岩を、まあ、見ていただきます一つはこういう岩なんですね でこの岩で注意,注意したいのはですね、このいわゆるそのマ,シンキマシンカットしたようなきれいな線があるということなんです。ここにありますね。で手前の岩にもありますね。それからあの矢印で示し,しましたで。もう一つはこの岩なんですね。で、この岩がまあちょうど目印のように立っているわけです。ちょうど青い線からですね、あの見るとなんとなくこれが目印のように見えるわけですけども、この線もなんて言いますか。 岩の上にこうちょこんと置いたという感じの岩なんですけども、まあ、くっついてるんでしょうか下の方がマシンカットされているような感じがしますねそしてこのラインなんですけどもこれがあの直線的なんですね、まあ、あの正確には分かりませんけども直線的に鋭い何て言いますかあのカッターで切ったような線が入ってるわけですでそのこのすぐ近くというかこの沖合に、まあ、今話題になっている海底遺跡が眠っているわけであります、まあ、これもあのこの線も非常にこうマシンカットようにっ したように鋭く切られていますねでこういうことから与那、まあ、国島が、まあ、人工島では与那国島というかこの辺りがですね人工的に造成された島ではないかということもが、まあ、私は思うようになったわけであります、まあその。そのことはこれから続くビデオを見ていただければ皆さんにも理解していただけると思います。国島 アル h i s i s Japan. In Japanese, ああのこのニューハンプシャー州のどこかに描かれたこの絵がですね。えーまあ、その横にこのディスク,のィスク用の,その、えー uh, 円形の,、ね、この暗号のようなものが描かれていた。 わけで、すねでこれをまあスキーコードで読みましたら、単語が浮かんできたということなんですね。まあ、それ、まあ、これ、いたずらなのか、本物なのか、それは私には分かりませんが、まあ、一応、ここで翻訳してみて、この、えー、特にあのこの顔がですね、私があのフェルンパンで発見したその顔にそっくりなものですから、それで気になりましたので、もう一度、ここで翻訳しながら、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。 Because then something appeared that was almost impossible to overlook. Right behind me is Britain's largest radio telescope, the Chilbolton Observatory. And here it was that the greatest sensation in the crop circle history was to appear in the fields right in front of the telescope. On the morning of 14th of August 2001, a formation was discovered which was different from any other previously seen. From the ground it looked like a tangled mess, wisps of crops spread around in no system. However, in the evening with growing shadows, a picture appeared. Unmistakably that of a face. That picture represented a whole new technique, a screen technique, the same that's used for printing a picture on paper. Three days later the face was joined by something that looked like a data strip. Rows of counters made out of standing and flattened crop. But soon an astonishing similarity is discovered. In 1974, the astronomer Carl Sagan composed a message that NASA sent into space from the Arecibo telescope in Puerto Rico. Binary figures which constituted a graphic code presenting key factors about humans and the planet we live on. 27 years later an identical pattern appears in a crop field right in front of a similar radio telescope however on closer inspection it seems to show that the code contains some fundamental differences Sagan's message explained our calculation system the dominant chemical substances within the elements that create life on earth about our DNA code human height and quantity and that we live on the third planet in our solar system and lastly a sketch of our radio telescope the message received described the same calculation system but that silicon is most dominant in life forms in contrast to carbon the drawing also clearly shows a humanoid figure with large head in relation to its body it's also explained that they have an extra string in their dna are approximately four feet tall inhabit the third fourth and fifth planets in their solar system and have a population of around 21.3 billion. Underneath, the telescope has been replaced by something more complex. One year earlier, a strange crop circle had appeared in the same place. Is this the same illustration as in the sender's code? Is this the correspondence radio telescope? if this is not an extremely clever and well-calculated joke conducted by humans, is it a serious response from an alien civilization? the Bolton crop formations really give new life to the speculations of who is behind this. is it aliens? where do they come from? and what is their purpose of this type of communication? the following year, very nearly on the same day, a new picture appears that gives new force to the alien theory. This time in Crabwood, near the town of Winchester in Hampshire. Once again we see a face, but this time there is an unmistakable resemblance to something extraterrestrial. The picture also contains a print, somewhat similar to that of a CD, with something that appears to be a coded message. This formation also has a new type of design. This time with horizontal line patterns of variable thickness, similar to that of a TV picture. The message on the disc is similar to a spiral band built up of many boxes. But data expert Paul Vigay manages to decipher the message. And I had to enlarge the, the, the disc quite substantially on the computer and run some image analysis over it to make it clear so that I could see what was a standing tuft and what was flattened. And while I was doing this, I noticed that every so often, um, there was almost a mistake in the diagram. It was, it was like there was a tuft, where weather little square of tuft, it had done sort of half size. And I thought oh, that's a bit odd, it was, and, it, and it seemed fairly regular. I was going round, and I sort of counted up, and it, it was sort of literally every sort of eight bytes or sort whatever. Of, I thought, ah, oh, eight bytes, and you know, from the computer side, um, is obviously some sort of binary code. Um, so then I you know, did the straightforward thing. And I just converted it into ASCII. Uh, which is the standard sort of, you know, computer language so that you encode the alphabet in. Um, and of course I then started to get words forming out know, and I thought, oh, you know, getting somewhere here. So I then did the whole thing for the whole lot um, and, and got this message. The message is in English and reads as follows. Beware with the bearers of the false presence and broken promises. Much pain, but it's still time. And this is very important. You will see why. Believe there is still good out there. I think it's the most important phrase in the, in the message. We oppose uh, uh, deceive. And the conduit is closing. That's what this message says. ということなんですけども、be aware with bearers と、気をつけろと、あれ気をつけという意味ですね、broken promises、破られた約束に気をつけと、痛みが伴うだろうと、多くの痛みがあるがまだ時間はあると、なんか恐ろしい内容ですね、stay time、時間があるとしか、しかしまだ善がそこにあることを信じ,信じろと。 命令文だと思いますね。で、我々はっていうことは、まあ、エイリアンが、まあ、これエイリアンが書いたとするならばですね、偽り、騙し、欺きに抗議すると、パイプ、コンダクンあのいわゆるつながりですね、パイプはクロージングだと。で、このニューハンプシャで見つかったミステリーサークルなんですけども、実はですね、あのそれと同じ、まあ、よく似たものをですね、以前にあのフェルヌークパンで私見つけたんですね。で、その時はあは、 大変なもんだなと思ったんですけどもその後そのフェルニック・パンの螺旋がです、ね、2000年に入ってからあの近くの農夫によって書かれたものだということが言うことになったんですね。というのはその Google Earth というのは過去に戻って見ることができるんですものですからそれがあのそれ以前にはなかったことは分かったわけです。で私はその時のビデオを、まあ、一応削除して公表はしませんでした。 だけでですねでこれがあのフェルヌク・パンのまあ、いろんな絵が描かれているんですけども、その中の一つがこの絵なんですね。あの先ほどはそのミステリーサークスに描かれた絵と似ていると、周りにね細い線であると、それに囲まれていることに注意してくださいね。あのいわゆる謎の線に囲まれているということなんです。 でこれが自然によってできたものなのか、あるいは意図的によって誰かによって抱えたものなのかということは、あのそれは皆さんの判断にお任せしますが、まあ、その時はこの絵をね、ねまあ、そのらせん模様がまあ,あの怪しげだということになってきましたので、まあこの絵もそういうもんだろうなということで取り下げたんですけども、今回、まあ先のビデオをご覧いただいたように、ですね非常にこの模様がですね意味があるものだということが分かってからは、あのか,らからって言いますか、ね、もう一度これを考えてみたらいいんじゃないかと。これはあの 螺旋模様なんですねこのフェルノクパーにはこうした螺旋模様がもう無数に描かれているわけですね。で、これは保水のための、まあ、な何て言いますか、あの水をね、蓄えていくための,あの、えー、溝だっていうんですけど、まあ、そうかな、まあ、その時はそうかなって、まあ、だって確信、検証はできませんからね。しかし、まあ、そういうことで私の方が引き下がったわけであります。で、まあ、続くビデオはですね、以前、一番最初に作ったものも含めて、あの皆さんに紹介いたします。なお、あの、アスキーコードっていうのは何かということなんですけど、 けどもまああの8ビットですね0から64ですけどまも、あ、63倍にすれば7桁なんですね。で、7桁でまあ文字を表すというのが ASCII ーコードの基本なんです。例えば C はこういう11、に進数で表すんですよ。そして A は 1, 1と。で、それをずっとらせんも洋風に書いていますと、まあ、このようになるわけですね。な等分ずつしておきながら、まあ先の科学者の話ではね、そしてそのそれがですね、ASCII ーコードによって文字が書かれた てると分かったこれで先ほどの螺旋模様の文字が解読できたということになってるんですね。で先ほどのその警告,ら警告文らしい、えー、文章が浮かび上がってきたということです。